こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとこまです。今日はクラシックフィジークのアーノルドについて。ボディービルやってメンズフィジークやってクラシックだけやっていないのは良くないですからね。関係ないけど、ジェレミーはアンドレイデイユやハニーランボットとは多分会ってないです。同じ会場にいるのですれ違ってはいたと思いますが、その代わりザック・アインズリーとは笑顔の写真。また二人でトレーニングをするみたいです。ここの関係が復活してくれたのは特にジェレミーにとって良かったのかなって思います。クラシックフィジークはまずキーオン・ピアソンとジョージ・ピーターソン、この2人に関してはボディービル212に行くので出場しません。アーノルドクラシックでの一番の注目株はスティーブ・ローレウスかな。来年のオリンピアで優勝するためにオフを取るという選択肢を今年の春頃に決断したスティーブですが、その判断はめちゃくちゃ正しかったかもしれません。めちゃんこでかい、特に腕、上腕三頭筋どうなってるんですか、絞ってどうなるかって話ですが、オフ期のブレオンやクリスと比較しても負けていない。全体的に分厚くなってますし、相当うまくバルクしたと思います。スティーブがオフを取った一番の理由は他のトップ選手と比べて見劣りする筋肉量でしたから、そこが改善されればアーノルド優勝はもちろんオリンピア優勝も可能性高いと思います。他の選手としてはアラシュラバーやダニオーナ、2人とも今年は見送っていたんで来年出るかなって思うんですけど、もうすでにオリンピア出場権を獲得しているので無理に減量せずにオリンピアに合わせてくる可能性も高い。それで言うとブレオンやクリス・バムステッドもそうですよね。クリス・バムステッドはアーノルド自体出たことがないので、連覇かかってる2020年に無理して初出場する必要はないかもしれない。ブレオンは2018年のチャンピオンですが今年は出ませんでした。すでに彼もオリンピアには出れるので出るか分かりませんが、今だいぶバルクで体を大きくしてますから、そろそろ減量してきそうな予感もする。そうするとアーノルド出てくるのかなって思える。あとはウェズリー・ビザース、ミスター・ゴールデン・エラー、彼も出場権は持ってる。もうみんな持ってる。ウェズリーはスティーブもそうですが、本当にクラシックフィジーク、それしかないと言ったようなプロポーションをしていてかっこいいんで、ザ・クラシックなアーノルドの大会で戦ってほしい気はします。あとは、ちょっと待ってください。絞り出すからね。絞り出す。カン・チェン選手、もしくはチェン・カン。今年オリンピアで5位に入り注目を浴びました。まだ彼はオリンピアの権利はありませんし、アーノルドには出てきてもおかしくないです。ちなみに彼のコーチはクリス・カミア。だからブレオンとは兄弟子関係です。最後は僕のとっておき、マイク・ゾンマーフェルト。チーム Y3T の選手なんですが、この人は今年まで212の選手でした。が、来年からはクラシックフィジークに来ます。まあ、クラシック向きっちゃクラシック向きな体ですよね。程よい足のボリューム、張り出し、細いウエスト、広い背中、厚みのある上半身。筋肉量は間違いなく上位選手レベルなので、次のジョージ・ピーターソン枠かなとも思ってます。それで言うと、アレックス・カンプロネルもいましたね。彼ももともと212の選手で、クラシックに降りてきて今年活躍しましたから、来年はニール・ヨーダヒルの時代かもしれません。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。もし聞いていただく感じいただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの温かいコメント、高評価、応援、いつも本当にありがとうございます。ということでまた明日の8時にお会いいたしましょう。ではバイチャー。